はい、こんにちは、松岡と申します。今日も楽しくプラレールやっていきましょう。ということで今回は新品のプラレールを買ってきました。それがこちら、プラレールありがとう381系特急役も、こちらのプラレールタムタムというところで買ってきました。お値段2700円でした。2024年3月14日発売、お値段2860円。特急役もは1972年に山陽新幹線岡山駅開業に伴い、岡山駅から出雲市駅を結ぶ特急として登場しました。381系は1973年に登場した振り子式の特急で、特急信濃や黒潮に投入され、ヤクモは1982年に投入されました。プラレールの塗装はゆったりヤクモのこの赤と白の色で発売されましたね。他にもクリームと赤の黒鉄色、薄紫のスーパーヤクモ色、そして緑色のヤクモの色があります。まあ、他にもね、黒潮とかは水色だとかあるんですけども、今回はこちら山陽を走る特急ヤクモがね発売されたということで、非常に嬉しい限りでございます。昔ね、特急ヤクモって実は発売されていて、1979年から1990年までこちらのプラレールが発売されておりました。こちらはね、初代の特急になるんだけども、はい、特急ヤクモですね。34年ぶりに発売されるということで非常に興味深い。最初ね、情報が出た時に485のなんか塗り替えとかなのかなと思ったんですけども、なんかよく見ると屋根がちょっと違うんで、新造されたものなのかなと思います。ということで話長くなってしまいましたが、じっくり箱から見ていきましょう。箱はこんな感じでございます。そして裏側はこんな感じ。下から炭酸電池を入れるタイプの動力となっております。注意書きや警告は各自読んでみてください。ということで早速開封します。はい、ということで特急ヤクモ開封してみました。2024年のね、夏頃までには、営業運転から引退というのが発表されております。プラレールの方も見ていきましょう。顔はこんな感じ。めちゃくちゃイケてない？これめちゃめちゃイケてんじゃん、山陰特急。あ、すごい、屋根が違う。昔発売された485系とね、屋根がやっぱ全然違いますね。クーラーとかその屋根周りが全然違う。もう本当に実車と同じようにツルツルになってますね。顔もね、やっぱ変わってるのかな、これ。顔の造形は変わってないですね。別に側面も別に変わってるわけでもなく。こんな感じになっております。側面381系特急ヤクモ。僕は一度だけ乗ったことがありますが、非常に揺れた覚えがあります。動力の裏側でございます。メイドインベトナムと書いております。こちら缶詰扉ですね。スイッチはオンとオフとなっております。早速、電池入れてみましょう。ということで、いつも使ってるエネループ入れちゃいます。ちゃんと動きますね。はい。はい、続いて中間車でございます。中間車はこんな感じ。クーラーのところが丸々カットされております。パンタグラフは2つついております。そして反対側の側面でございます。台車はこんな感じです。メイドインベトナムと書いております。はい、貫通扉のメス側、そしてこちらがオス側でございます。そして後尾車でございます。いや、非常にいいですね、ヤクモ。ちなみにこのヘッドマークはシールっぽいですね。他は全部塗料で塗られております。はい、傷もなく新品ですね。非常にいい感じでございます。そしてこちらが説明書でございます。電池の入れ方が書いておりますが、なぜか新メカのものが入っております。こちら新メカじゃないので動力を変えることはできませんので、ご了承ください。そしてこちらがエプラ列車カードでございます。お、岡山と山陰地方を結ぶ特急列車と書いておりますね。振り子式の特急、めちゃくちゃ酔うって言われてるんですけども、僕も過去に酔ったことがあります。ということで早速レイアウトを作って走らせてみたいと思います。はい、ということでレイアウトの方を作ってみました。早速特急ヤクモ381系ですね、こちらのプラレール走らせてみたいと思います。
はい、ということでこちら381系特急ヤクモのプラレールちょっとだけ遊んでみました。いや、非常に出来のいい感じのプラレールになっておりまして、かっこいいと思います。新型の方がプラレールになると思ってたんですよ。そしたらね、まさかのこちら国鉄の方があって、令和で発売されるとは思ってもおりませんでした。一個だけ僕が何か言うとしたら、なんで新メカじゃなかったと、まあ、多分新メカの高さ合わなかったのかなと思いまして、ちょっとわかんないけども、とりあえず新メカで出なかったのは非常に残念。それぐらいかな。こちらのヤクモ出てきましたんで、まあプラレールのレイアウトとかイベントとか駅の再現の動画とかでも使っていきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。ということで今回これで以上でございます。また他の動画でお会いしましょう。またねー。 Yeah。